長井光の企業紹介。今回はネスレについて紹介したいと思います。ネスレ、あのネスカフェで有名な企業ですよね。コーヒーのメーカーのブランドっていうふうに思ってる方多いと思うんですけど、実はそうじゃないんですよ。ネスレっていうのは水であったり、お菓子であったり、冷凍食品、ペット食品、アイスクリーム、乳製品など、あらゆる食品に対して参入してるんですね。しかも、そこでブランド、トップブランドを作ってるのがネスレなんですよ。 例えばキットカットですからミロとかペリエとかハーゲンナッツも今ネスレの傘下になったりするんですねそんなネスレすごいな自社でそんだけ開発していろんな商品出してるのかっていうふうに思うと思うんですけどそうじゃないなんと M&A を繰り返すことによってここまでの地位を作ってきたんですねさらにそれによって今では世界の食の王者っていうふうに言われるほど大きい企業になってるんですよじゃあ どこの企業もその M&A っていうのを繰り返せば大きくなるんじゃないのっていうふうに思われたと思うんですけど、実はそうじゃない。M&A っていうのはめちゃめちゃ難しいんですね。というのも、M、M&A するっていうことは、向こうの会社はまあ自社の会社に将来性があまりない、今ネスレに売った方がいいっていうふうに思ってるわけですよね。じゃあ、そんな企業をネスレが買ったとして、上に上げられるのかっていうことですよね。 そしてその上に上げるのをやってきたのがネスレなんですよ。そしてその企業をなんと何個も何個も重ねることによって上に上げてきた。つまりこの M&A、ネスレの M&A に秘密があるんですね。企業の買い方、そして買った後の運用方法も含めて、ネスレがどういう風にして企業を選定して、さらに 成長させてきたのかっていうのを今日はお話ししたいと思います。さらにそのネスレの考え方を知ることによって今後食品業界がどういう方向性になっていくのかそこまで分かってくるのが今回の動画になってきますのでぜひご視聴よろしくお願いいたします。では早速参りましょう。 食の王者、ネスレについて。ネスレ、まずは、どこでどういう風にできたのかっていうね、ちょっと歴史からいきたいと思います。まず、1867年、スイスで、アンリーネスレさんが、ネスレを立ち上げる。しかも、この方、なんとスイス人ではない、ドイツ人なんですよ。ドイツから移住してきて、そこで、ネスレを立ち上げると。さらに、みんなが知ってる、あのロゴ。鳥の巣に、あの、鳥がチュンチュンやってる、あのネスレの有名なロゴ。これも、この当時にもすでにできてるんですね。 なんと、あのロゴの発祥がネスレなんですよ。何を言ってるかっていうとですね、ネスレをドイツ語で言うと、鳥の巣っていう意味になるんですって。なので、アニ・ネスレさんは自分の会社を立ち上げるときに、ロゴどうしよっかなーっていうの、まあネスレでいっかーっていう結構ね、ああな感じでやってるんですけど、今はそれが世界的な有名ブランドのロゴになってるっていう、そういう感じなんですよね。さらに、売上ですよね。売上今では12兆円っていうふうに言われてます。 12兆円まあどれぐらいの規模かわからないと思うんですけどあの明治の10倍ですねここでえ明治ってそんな大したことなかったのって思った方間違いです明治っていうのは日本の食品メーカーのトップ5に入るメーカーなんですねそしてこのトップ5の日本のトップ5の5社を足したとしてもネスレにはかなわないっていうほどネスレは今世界で ビッグ企業になってるんですよ。あのスイスでアンリー・ネスレさんが立ち上げた頃とは違って。しかも持っているブランド量はなんと1000種類以上。この中にネスカフェですとかキットカット、ミロ、ペリエとか様々なブランドが含まれていると。さらにこの水で言うと、水だけで1兆円の売り上げを上げている。さらに他のブランドでも100億、1000億以上を売り上げているブランドを多数保有しているのがこのネスレなんですね。 すごっていう金の亡者、食の亡者っていうふうに思うと思うんですけど、ネスレさんは食品で世界を牛耳ようとしているわけではないんですよ。たった一つの考えのもと、ネスレは動いてるんですね。それは何か。食の力で、過去も未来も含めて、すべての人々の生活の質を高めていくっていう、その根本的な考え。 アンリーネスレが作ったその根本的な考えをもとに、ネスレはいろんな企業を買収しながらそれを浸透させていってるんですね。で、じゃあ具体的に何をするのかっていうところなんですけど、栄養不足を食によって補う。それによってみんなが健康で豊かな生活を送れるようにしていくっていう。それが今のネスレの理念になっていると。しかもですね、このネスレ始まりは、 その考えのもと、アンリネスレが一番最初に始めたのが、ミルク。ミルク事業なんですね。当時、1867年ぐらい、当時ですね。当時、ミルクっていうのは、鮮度が重要だったんですよ。なので、持たないんですよ、日にちが。それだと、みんなに栄養価の高い牛乳を分け与えることができない。まあ、運送とかがね、きちんとできてなかったんで。 なので、栄養出張の人たちが結構いっぱいいたんですよ。その人たちのもとに牛乳を届けることができれば、栄養を届けることができれば、みんなの生活の質が改善するっていう。もう一番最初からそこを目指してるんですね。そうすることによって、みんなの生活の質が改善するっていう。それを成し遂げるためにネステがやったのは、牛乳に砂糖を混ぜるっていう。 それによって長期保存できるような食品を開発したんですね。さらに小麦粉を入れることによってペースト状にして乳幼児が食べれる乳製品を作ったんですよ。つまりこれは母乳の代わりになるんですね。子供はね、母乳で育てるのが一番。それはアンリーネスレさんも知ってるんですよ。なぜならアンリーネスレさんは 薬剤師だったんですよね。なので栄養についてはある程度知識は持っている。しかしですね、母乳が出ないお母さんもいるんですよ。当時は栄養集中が蔓延してたんですね。なので母乳が出ないお母さんの子供、どうすんのっていう。その子供たちもやっぱ餓死しちゃうんですよ。それを解決するために母乳がベストだけれども、それを与えられないのであれば、私が作った乳製品を与えてくださいっていう。 それによって子供たちは餓死しなくて良くなったんですね。なので奇跡のミルクっていうふうに言われたんですよ、当時。<laughs> それによって、まずは財産を築いていくんですね。事業を拡大していくと。で、次に課題になってきたのが取り扱いの難しさなんですよね。やっぱり液体のものだと、まあ、腐ったりして保存ですとか長期的に重かったりするんで輸送とかも大変だったんですよ。じゃあ、粉にすれば良くないっていうところで、 粉にする特許を持っている企業を買い取るんですよ。買収するんですね。さあ、M&A が始まりましたっていうところで、そこで粉ミルクの開発を行っていくんですね。それによって、ネステっていうのは世界で知られるブランドにもう当時からなっていくわけなんですよ。そしてここで起こるのがですね、コーヒー豆が大量に取れすぎるっていう、ブラジルでコーヒー豆が大量に取れすぎるっていう問題が起こるんですよ。 で、ブラジルの政府は、ネスレに何とかしてくださいっていう依頼を立てるんですね。さあ、その時ネスレさんは何をしたか。そうですかーっていう。うち粉技術、つまりインスタントコーヒー作れると思うので、ちょっとやってみますっていうところで、インスタントコーヒーが誕生して、そこからネスカフェのブランドが爆上がりしていくんですね。さあ、その中、ネスレさん何をしていくかっていうと、 いや粉ミルクとネスカフェ、コーヒーだけでは夢叶わないわけですよね。すべての人々の食の生活を改善するっていう。その夢は叶わないので、いろんなところの M&A を始めるんですよ。で、食品業界に参入していくっていうのをやっていくんですね。ここからネスでの M&A 作戦が始まっていくんですね。で、M&A を繰り返すことによって、さらにどんどん大きな企業になっていくと。 で、当時はですね、食といえば、カロリーを取ることが大事だったんですよね。時代的には。なので、高カロリーなものを手軽に食べれるような商品を出していくわけですよ。ネスレさんは。しかし、そんな中、時代は徐々に変わってくると。カロリーの時代から、質の時代ですよね。も、ま、う、あ、量の時代から質の時代に変わってくるっていうのがあったんですね。つまり、最初ですね、餓死する、栄養が足りないので、 ものを食べないと健康にはなれなかったんですね。しかし時代が進むにつれ、食べすぎると。食べすぎることによって、健康が阻害されるっていう、健康ではなくなってくるっていう現象が起こってくると。そうするとどうするか。食べ物の量ではなく質を改善しないといけないっていうふうにネスレは思うわけですよ。そうすることによってネスレは食品メーカーから健康を売る。 ウェルビーイングの会社にこれから移行しようとしてる。まあ、すでに移行してるんですけどね。っていうような形で今未来を目指してるんですね。人々に健康を与えるためにはウェルビーイング食を、栄養をなんとか改善していかないといけない。その話っていうのはアーニー・ネスルが立ち上げた当初から未来に至るまでずっと続いていくっていう。それがネスルの考え方なんですね。さあ、そんなネスルが M&A に対して自社の会社を 大きくすることに対してどんな戦略を立てているのかっていうところが出てくるのがこの4つなんですね。まずは長期戦略。長期で未来を描いていくっていう。その描いた未来に対してどういう風うにしていけばその未来になっていくのか、実際になっていくのかっていう、それを作っていくのがネスレなんですね。例えばその乳製品とかまさにそうですよね。子供たちが健康で生きていくためには 手軽に摂取できるミルクが必要だっていうところでミルクを開発してそれを浸透させた。インスタントコーヒーがあれば誰でもどこでもコーヒーが飲めるっていうところでインスタントコーヒーを開発した。さらに水ですよね。今ネスレは水にめちゃめちゃ力を入れてるんですね。というのもですね、飲み水っていうのは取れる場所が限られているんですよ。なのでネスレはそこに早い段階で気づいたんですね。 今では2025年には世界の3分の2の人が水不足、水で困るっていうふうに言われてるんです。その未来を描いたのが1960年ぐらいからすでにその未来を描いて水が出る場所の買収を始めてるんですね。しかし当時はそれはずっとずっと赤字だったんですよ。なんたって水なんで水道費ねったら出るんで誰も買わない。日本でもミネラルウォーターが流行ったので言ってみたら最近なんですよ。 誰も買わない。でも、将来的には、水不足の事態は絶対に来るっていう。そういう長期的な目線で事業戦略を立ててたんですよね。なので、今となっては、その水、飲料水を大規模なところでいろんな場所で持ってるんですよね。それがペリエであったり、ビッテルであったり、他にもいろんなブランドを持ってたりする。なので、今、ネスレは水を牛耳ってるんですよ。 これまではですね、石油を牛耳ったものが世界を牛耳るというふうに言われてたんですけど、今は水を牛耳るものは世界を牛耳るっていうふうに言われてる。つまりネスレが世界を牛耳り始めてるってことなんですね。まあそんな大それたことではないんですけれども、ネスレはそこまで長期を見た上で経営をしてるんですね。さあそこで長期目線になるわけじゃないですか。長期目線になると、 今獲得できていないパーツが見えてくるんですね。ここの業界今ないな、ここの業界今ないなっていうのが出てくるんですよ。さあそこでやるのが M&A なんですね。つまりネスレは M&A を先行していろんなところ買っとけばいいやってわけではなく、自社の長期的な戦略をベースに足りないところを M&A やっていってるっていう。さらにすごいのがですね、M&A では やっぱり重要なのが出てくるわけですよ。それが二つっていうふうに言われてます。まず一つ目。どの企業が伸びるのかっていう。まあ、いろんな業界が足りないって分かるわけです。長期戦略で足りない分野が出てくる。しかしその足りない分野っていうのもいろんな企業がそこにあるわけですよね。じゃあそのいろんな企業の中で何をどこを買えばいいのかっていうところっていうのを自社のツールを使って分析して決めてるんですね。そのツールがアトラスっていう。<laughs> かっこいい名前ですね。 アトラスっていう分析ツールを使ってネスルは決めている。そしてそれは買うだけではなく買った後ですよね。買った後もそのアトラスの分析ツールを使うことによってさらにその分野が今後本当に成長するのか、それとももうその分野は成長の余地はないのかっていうのを見極めていくんですね。で、成長の余地がなければもう見切りをつけて売ってしまいます。で、成長の余地があればどんだけ長くかかろうとも。 それを成長させていくっていう。なぜなら長期戦略にそれが必要だからなんですよ。っていうのをやっていくんですね。そしてもう一つ重要なのが企業を買い取るときに。投資銀行なんですね。<laughs> つまりですね、その企業を買いたいっていう企業は、ネスレだけではないっていうとき多いんですよ。他も私も買いたい、私も買いたい。そういった場合に、ネスレがそこを買うために注力してくる銀行が必要なんですね。 さらに、銀行を味方につけることによって、あのアトラスの分析能力も上がっていくわけなんですよね。内部情報とかいろんなことを知れるわけなんで。そして、その投資銀行の名前が、ロス・チャイルドなんですよ。あの、世界を牛耳っていたロス・チャイルド。あれ、投資銀行として普通にありまして、その、ネスをサポートしているのがロス・チャイルドっていう。この アトラスと投資銀行、ロスチャイルド、この二つを使うことによって長期戦略に足りなかったパーツを埋めていくと。そして買った後ですよね。買った後放置してたら全然伸びないわけですよ。じゃあどうするのかっていう。ここで一つ重要なのが本国が全てを指揮したらうまくいかないっていう。つまり現地には現地のやり方があるんですよ。 現地には現地の生活スタイルがあるんですよ。現地には現地しか分からないことがあるんですよ。なのでスイスの本国で指示を出している、予想だけで指示を出しているだけでは企業っていうのは成長しないんですね。ネスレはそれをちゃんと熟知してるんですよ。なのでやることは現地化経営っていう。 細かい方針とかは現地にすべて任せるんですね。もちろん、ネスレは長期ビジョンを持ってるので、その長期ビジョンに対して進むベクトルっていうのは見せていくわけですよね。方向性っていうのは見せていくと。じゃあその方向性にぶれないんであれば、現地で自由にしてもいいですよっていう。しかも、人事も含めて任せますっていうのがこのネスレのやり方なんですよ。ここで日本の事例を紹介していきます。日本で言うとですね、あの、キットカットの抹茶味っていうのは、 日本発信で始めたことなんですよね。むしろ日本が言わなければあのキットカットの抹茶味っていうのはできてなかったんですよ。そしてそのキットカットの抹茶味っていうのは爆発的に言えたんですね。日本人だけではなく世界から来た人たちがキットカットの抹茶味を買ってお土産として買っていくわけですよね。 なぜなら、キットカットは日本だけのブランドではなく、世界的なブランドなんで、アメリカ人がまあ来るわけですよ、日本に来て、スーパーとか行ったら、え、キットカット売ってるしかも、知らない抹茶味売ってるってなって、みんな買っていくっていう。それを見越して作ったのが、日本の社長なんですけど、そういったことを現地の判断でできると。しかも、すごいのがですね、人事面で言うと、退職した時の半分の給料が、 その20年後まで支払われるっていう、そういった退職金制度とかも日本オリジナルで作れたりしてるんですね。それによって優秀な人材の確保、プラス離職率の低さっていうのを保ってたりするんですよ。そんないろんなもう本当に経営層しかいじれない部分を日本にもうまるっと投げている。しかしそれによって日本の市場っていうのは拡大していったわけですね。ネスレの日本市場っていうのは拡大していくと。 さあ、そこで重要なのがですね、研究なんですね。つまり、日本からこういったものを作りたいって言った場合に、実際にそれがネスレの企業理念と合うのか、合わないのか、実際にそれが作れるのか、作れないのかっていうところは、本国で判断するわけですよ。じゃあ、その判断材料として重要なのが研究なんですよね。ネスレは、食で人の生活を改善していきたいんですよ。 しかし、それは、ただ単にみんなが美味しいねっていうわけではなく、科学的に解決していきたいんですね。なので、栄養素、みんながどういった栄養素が足りないのかっていうのを入れ込んだりとか、例えばキットカットの抹茶味ャするで済んであれば、その抹茶味自体が実現できるのか、しかも人の健康を害することなく、その味を確保できるのかとか、そういったところを考えないといけないんですね。それには、やはり研究っていうのが重要になってくると。 いうところで、ネスでリサーチセンターというものを作ってるんですね。しかもそこではですね、本当に最新の科学を研究してたりします。例えば DNA でいうとエピジェネティックとか、そういった分野ですとか、マイクロバイオーム、つまり腸内細菌ですね。腸内細菌がどうなればいいか、どうなったら良くないかっていうところまで研究した上で、じゃあ、そういった成分を食に入れていこうっていう。そういった考えのもと、リサーチセンターを作っていると。 そしてこのリサーチセンターの最大の役目っていうのが栄養素の不足それを補うための栄養を作るっていうことなんですねネスレは栄養素を2つの種類に分けてましてマイクロ栄養素と微量栄養素っていうのに分けてるんですねでこのマイクロ栄養素っていうのはタンパク質とか炭水化物とか糖分とかそういった結構まあ大きいやつですよねでこの微量栄養素っていうのがビタミンとか鉄分とかそういった 人の体内にはちょっとしかないけれども重要な役割を果たしているものそういった栄養素がどこの国でどれぐらい不足していてで何を入れたらいいのかっていうところまで含めて研究しているのがこのリサーチセンターなんですねこの4つ長期戦略 M&A 現地化経営そして研究この4つを含めることによってネスレっていうのは成長していってるんですねその4つのうちどれが欠けても ネスレっっていうのは成長できなかったしかしネスレが一番重要にしている長期戦略そしてネスレの考えですよね職によって人の生活を豊かにする人を健康にするっていうその考えを達成するために M&A もしないといけないんですし M&A した企業を発展させるためには現地化法人にしないといけない現地化法人にする。 ためには、現地が出してきた意見をちゃんと商品できるかどうかっていうところを、リサーチセンターとかあらゆるところで検討しなければいけないっていうところで、すべてはネスレの考えを達成するために生まれたのが、この戦略なんですね。さあ、その中で日本の位置づけっていうのが今出てきてまして、日本っていうのがネスレにとってどれだけ重要かっていうところなんですけど、なんと、重要性はめちゃめちゃ大きいんですよ。 というのも、日本というのは世界稀に見る高齢化社会になってきてるんですね。そして今後、ヨーロッパの国、アメリカもそうです。先進国っていうのは日本の後を追うであろうというふうに言われてる。つまり、日本をモデルとして将来像を出そうとしてるわけですよ。例えばですね、まあ、日本の生活っていうのもいろいろ変わってきてるんですね。拡大家族から核家族に。 はじめのうちはインスタントコーヒーでいっぱい入れとけばよかったところから今各家族になっているのでお茶の間でみんなでコーヒーを飲むってことが少なくなってきていると。ってことはどうなるかっていうと一人がその時に美味しいものを飲みたいっていう,というところで出てきたのがネスプレッソとかですねああいうのを考えるのが日本の役割になってきているわけなんですよ。 今後日本で成功したビジネスモデル、ネスレのビジネスモデルっていうのが世界に転用されていくっていう可能性もあります。なので日本もネスレにとってめちゃめちゃ重要な市場になってきてるんですよ。さあ、そんなネスレなんですけど、ネスレが今何を向いてるかっていうと、やはりウェルビーイング、健康っていうところに目線を合わせるんですね。で、健康って何かっていうと、病気を予防する。 まあそういった食品ですよねつまりこれを食べておけばある程度健康な生活を維持できるっていうそういったのをネスレは出そうとしてるんですよつまりこれから出てくるネスレの新商品を見ることによって世界の食の未来がどういう方向に向いてるかっていうのが分かってくるっていうということでネスレの新商品をこれからそういう目線で見てみるのも面白いかと 思います。さらにネスレについて知りたい方は概要欄に参考文献のリンクを貼っていきますのでそこで書籍とかまあそういったものを見て読んでもらえたらと思いますで。今回はネスレについて紹介してきました。また次回は別の企業を紹介していきたいと思いますので長いの企業紹介これからもよろしくお願いします。<laughs>